尾び駅は、千葉県君津市末吉にある、東日本旅客鉄道くるり線の駅である。駅構内短式ホーム一面一線を有する、地上駅で、ホームの有効長は4両編成分である。かつては、相対式ホーム2面二線を持ち、列車同士の行き違いが可能であったが、後に一面一線の使用を停止し、現在の構造となった。くるり駅管理の無人駅。 特徴的な屋根を持つ小さな簡易駅舎は1980年5月に共用を開始したものである乗車駅証明書発行機が設置されているホーム高さと列車の床面との段差が比較的大きくなっているこれについては国鉄千葉動力者労働組合は周辺住民からも不安や懸念の声が上がっているとしているが JR 東日本は 同組合との団体交渉の席で段差が規定内であることを理由に、ホームのさ上げをしないことを回答している。2006年度の1日平均乗車人員は154人で、ある。千葉県統経年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通り。帯津公民館に保存されている、国鉄 C12 形状機機関車白山、神社あたり駅を出て、 上佐亀山方面向かって、車窓右手に、すぐ国鉄 C12 形状機機関車287号機が見える。当機は、尾別公民館の敷地内に保存されている。1937年から1956年まで、下堀駅との間に、上佐山本駅があった。出店、ありがとうございます。